エリカの部屋で待っていろ。千歳を呼んでくる。お兄ちゃんが行けって言った。だからってノックもせず入ってこないで。ネメタン、ネメタンに傷が。ネメタンはこのぬいぐるみ、私のユーザーインターフェースのためのインプットデバイス。早い話がキーボード、ついでに肩に乗っているのがアウトプットデバイスのこと。スリッパがモーリー。ネメタンが、ネメタン、待たせた。よ、お疲れ。なんか大変だったみたいだな。およ、なんでお嬢フリーズしてんの？あらら、それでいじけてるわけ？ほれ、千歳さんに見してみそう。なんだ、ちょっと傷がついただけじゃん。これならすぐ治るって。機嫌直せよ、お嬢。無理。ネメタンは私の親友、親友が傷物にされた。この心の傷はきっと一生治らない。エリカ、そんなもん振り回すお前が悪い。こいつに部屋に行けと言ったのは俺だ。言わなかった俺が悪かった。お前も許してやれ。この前反対された新しい PC 買っていい？それとこれとは関係ない。お、機嫌治った。さすがお兄ちゃん。お兄ちゃんつうか、どっちかっつうとお父さんっぽいけどな。達成。うるせえ。エリカ、シガのアカウントの解析は済んだか？もう少し。シガのアカウントを調べさせている。依頼人からの要望は対象のアカウントの破壊だ。あの化け物と遭遇して奴がどうなったのか確認する必要がある。出たよ。アカウントがエラーを起こしてるね。その化け物は何かのバグだったのかも。シガはそれに巻き込まれたか。でもよ、アカウントを食っちまうバグなんて聞いたことないよ。ああ、ザクソンに報告をしておく必要はあるだろう。だな。ともかくこれでザクソンからの依頼は無事完了ってわけだ。それよりさ、新人君の試験はどうだったのよ？ああ、合格だ。マジでやったな。お前、フーディーへようこそ。歓迎するぜ。じゃあ、ま改めて自己紹介といくか。俺は
今井千歳だ。よろしくな。リュウジとお嬢とは長い付き合いでさ、チームじゃ情報収集を担当してんの。さっき渡したハチドリちゃん役に立っただろ。興味あったらいつでもいいな。他のマルウェアも見せてやるよ。んでこいつがチームリーダーの三島隆二だ。俺のことはもういいだろう。三島エリカ。もう分かっていると思うが、俺たちチームフーディアはエデンで仕事を請け負うハッカーチームだ。依頼内容は何でもあり、ハッキングからウセモノ探しまで何でもござれってな。個人からの依頼も引き受けるけど、お得意様はチームザクソンだ。奴らのことはもう分かってるよな。おいおい教えただろ。しゃあねえな、もう一回レクチャーしてくれよ。ザクソンってのはエデンの自由と秩序を守ることを目標として結成されたハッカーチームだ。リーダーの名前はユーゴ。デジモンキャプチャーの普及と同じ時期に名を挙げたハッカーだ。ユーゴの思想に共感した中規模のチームがいくつか傘下に加わって爆発的に勢力を伸ばしたんだよな。今じゃその規模はクーロン1だって言われてるんだぜ。ザクソンはエデンを荒らすような悪質なハッカーを許さない。ハッキング能力はエデンを守るために使うべきだと考えている。俺たちがザクソンから依頼を受けるのもその辺が理由さ。フーディへの掟その1、悪事には加担しない。俺たちはザクソンの下で働く正義の味方ってわけ。事実俺たちはエデンの行き過ぎた暴走行為を抑える役目を担ってるしな。俺たちの仲間になったからにはお前も悪いことは NG だぜ。ザクソンに喧嘩売るのもなし。お客様は神様ですってな。その点こいつは心配ねえよ。だな。自分のアカウントを奪ったハッカーを追いかけて単身空論に乗り込んじまうくらいだもんな。俺たちのことはこれくらいで十分だろう。あとはおいおい覚えていて。千歳、エリカ、どちらでもいい。こいつに板の説明をしておいてくれ。終わったらザクソンに報告に行く。リュウジがどこ行ったって？あれ聞いてねえの？このネットカフェ、こいつら兄弟の店なんだ。生活費も稼げてアジトにもできて一石二鳥ってな。バイトの女の子も可愛いんだぜ。だ、手出すなよ。俺が狙ってんだからな。さてお嬢、板の説明どっちがやる？千歳。ですよね。残念だったな新人くん。若くて可愛い女の子に教えてもらいたかっただろうけど、今日はお兄さんで我慢しとけ。さあこっちだ、ついてこいよ。おい、どうした？そんじゃま、先輩であるこの俺が直々に新人教育をしてくれよ。慎んで拝聴したまえ、モブタ君。何キョロキョロしてんだ。お前のことだってモブタ。あれ気に入らない？おかしいな、俺なりの親しみがこもっているし、何よりお前のそのモブ顔を的確に表現したつもりなんだけど。じゃあ他のを考えるか。モビー、モブサワ、モブリン、モブリビオン。普通じゃ面白くねえと思うんだけどな。ま、こういうのは無理強いするもんでもないしな。話を戻すぜ。これはもう説明する必要ねえよな。一見何の変哲もない PC 端末に見えるが、これがこの店のログイン端末だ。板の説明をするから PC を立ち上げてみな。板ってのは掲示板のことだ。今画面に映っているのがフーディーのサイト。チームへの依頼はここに設置された掲示板に書き込まれる。いろんなやつが掲示板に書き込むが、 P
き受けるかどうかは俺たちの自由だ。依頼は誰が受けてもいい。受けた本人がこなしてもいいし、誰かと組んだっていい。ただし難易度の高い依頼はチームでこなすからな。こいつについてはまず受けるかどうかの判断をリーダーのリュウジが決める。どっから頼まれてんだか知らねえけど、たまにリュウジが掲示板以外からもでかい仕事を持ってくることもあるしな。自分で言うのもなんだけど、俺たちは腕がいい。依頼内容もバリエーションに富んでるんだぜ。クラッキング対策とか防壁構築の依頼とか、悪質なハッカーの追跡とかな。お前リュウジに拾われて運がいいよ。ハッカーを追跡するのにこんなにいい環境はないぜ。フーディエで依頼を受けているだけでも、お前が追う犯人につながる可能性がないとも言えないし。俺たちはなんでこんなことをしてるかって？まあ理由はそれぞれだ。ハッカーのスキルを磨くためとか。俺の理由か？そうだ、世の全ての女性たちを幸せにするため。そんなところさ。何を隠そう、こうしてハッカーをしているのもある女の頼みを断れなかったからね。何その顔、ひょっとして右から左に聞き流してる的な。自分から質問したくせに変顔で先輩の話をスルーするとは。モブ顔のくせにやるなこの野郎。さすがリュウジが拾ってきた野郎だ。太い気もしてるぜ。さてと、それじゃあ習うより慣れろだ。いくつか依頼を入れといてやるから試しにやってみろよ。俺はその間にリュウジとザクソに報告に行ってくる。心配すんなって、簡単なやつにしといてやるからさ。
お、その服はひょっとしてお前さん龍神とこの新入りかい？俺かい？なーに、俺は龍二や千歳の馴染みでな、又吉五郎ってもんだ。近くに寄ったもんであいつらの様子を見に来たんだ。二人は留守かい？そうか、いねんなら仕方ねえ。エリカちゃんにも挨拶してきてえとこだが、今日は手土産もねえしな、出直すとするよ。龍二には又吉が来たって言っておいてくれや。お前さんも悪さなんかすんじゃねえぞ。何かしでかそうもんならそん時は逮捕しちまうからな。なんてな、伊達みたいなこと言っちまったぜ。いらっしゃいませ。何をお探しですか？お前な、連絡入れろって言っただろ。こっちは散々心配したんだぜ。俺今中野にいるんだ、会えないか？ちゃんと話聞かせてもらうからな。してんだよ、心配するに決まってんだろ。親友が突然ハッカーチームに入るって言って連絡が取れなくなったんだぜ。大丈夫なのか？ひどいこととかされなかったか？何があったのかちゃんと聞かせろよな。それでそのリュウジってやつの誘いに乗ってハッカーチームに入ったわけか。お前何考えてるんだか。ハッカーなんてお前からアカウントを買ったやつらと同じ人種じゃないか。そんなやつらを信用するなんて。なんだよ、黙りこくっちゃって。あ、当たり前だろ、なんだからさ。でもそいつらの力を借りても結局犯人が分からなかったんだ。なんかさ、その割にはお前落ち込んでないよな。何かあったの？お前って
平気でそういうこと言うよな。まあ嬉しいけど。なあ今度は俺もついていくからな。何を驚いてんだよ。闇マーケットだって俺一緒についていくつもりだったんだぜ。それを黙って一人で行ったりしてさ、結構ショックだったんだからな。今度 K から連絡が入ったら必ず俺にも連絡しろよな。約束だぞ。よし、じゃあ俺もう行くよ。話聞いたら安心した。約束忘れんなよな。探偵がご入り用ですか？ようこそクレミ探偵事務所へ。どうぞお入りください。お話は中で伺いましょう。おや君は面白い。やはり君とは縁があったようだ。そうか、まだ名乗っていなかった。すまない、素性を隠したがるのは私の悪い癖でね。私はクレミ京子。見ての通りしがない探偵だよ。この中野で探偵事務所を営んでいる。立ち話もなんだ。とにかく中へ入りたまえ。どうかしたかね。私と出会った時のことを思い出していた。ああ、あれは本当に助かった。あの手のフィールドワークは一人ではなかなか骨が折れる作業だからね。あの時は今のように雑事を任せる助手もいなかったし、うん、今思えば助手というものの良さに気づけたのはあの時の君との出会いがあったからかもしれないね。礼を言うよ。そうだ、助手といえば君はあの後に起きたことを目にしたのかい？それは残念。君は怪異には縁がないのかもしれないな。君があのまま新宿にいて私よりも先にデジタル怪人に遭遇していたらどうなっていただろう。また違った運命の歯車が動き出し、違った未来が選択され、違った今になっていた。はたまた起こり得ない過去が衝突し世界が吹き飛んでいたか。その場合あくまでも固定された現在が存在することが前提となる。いや、せんないことだ。忘れてくれたまえ。ここは単純明快に行こう。そうだな、君はコーヒーは好きかの？客人だというのに何のおもてなしもせずすまなかったね。二人の再会を祝して君に特製ブレンドをご馳走しようじゃないか。どうかしたかね。早く戻らなければいけない。そうか、どうやら取り込み中だったようだね。ぜひ新作の感想を聞きたかったが、またの機会にしよう。君とは
縁があるようだ。おのずとそれは訪れるだろう。もし君が優秀な探偵をご所望なら、再びここを、信頼と実績のクレミ探偵事務所を訪れたまえ。高校生の君に高額な報酬は期待できそうもないが、何、金銭ばかりが報酬ではないさ。興味深い事件そのものが我々にとってはご褒美なの。もっともそれで腹が膨れるわけではないのに。よっ、依頼はどうだ？二つとも終わった？よしよし、優秀優秀。そしたらさ、お嬢とエデンに行ってきてくれないか？エデンに俺のマルウェアがいくつか仕込んであるんだけど、ちょくちょく点検しないといけないデリケートな代物なんだ。俺もリュウジもザクソンへの報告が終わるまでは動けないし。てなわけで、マルウェアの点検も兼ねたパトロールを頼む。うん？怒らせたばかりだし気まずい？心配すんなって。もう怒ってねえから。いいから行ってこい。これは先輩命令だ。お嬢にはもう伝えてあるから、先にログインしてるはずだぜ。メインエントランスで落ち合ってくれよ。じゃ、よろしくな。詳しいことはお嬢に聞いてくれ。いつからそこにって、君がエデンにログインした時から。声かけるタイミングわからなくて。千歳に言われたマルウェアの点検するから。
応聞くけど、マルウェアってなんだか分かってる？頭痛い。やっぱ知らないで使ってたんだ。マルウェアっていうのは、デジモンプログラムに手を加えて作った特殊なウイルスプログラムのことだよ。千歳が昔からそういうプログラミングが得意なの。エリア監視、スキャニング装置、通過ユーザーの記録、いろんな特技を持った子たちがエデンのあらゆるところに仕込んでいるってわけ。依頼が入ってから情報収集を始めるんじゃ後手に回るからって、お兄ちゃんはこの方法を考えたの。マルウェアたちは動作にわずかでも異常があるとすぐセキュリティに引っかかるから、メンテナンスは必須。もちろん千歳のプログラミングはそんなお粗末なものじゃないけど、エデンの運営チームには優秀な技術者が揃っているし、ジャクソンや他のチームにも凄腕のハッカーはいる。ナビット君って正体不明のハッカーも活動しているし、慎重に慎重を重ねる必要がある。ちゃんと聞いてた？プログラムの話をするときは楽しそう？私が？うん、楽しいよ。プログラムだというか、ネットの世界だ。エデンが好き。こっちの世界は自由だもん。君は？エデン好き？そっか。それじゃ点検始めよう。ちゃんと動いてる。何がって、この子がだよ。デジモンを改造しているって言ったでしょ。この子がここに仕込んであるマルウェア、クモバチちゃん。ここを通過するユーザーを監視しているの。この子みたいに容量の小さいデジモンは汎用性が高くてマルウェアにしやすい。容量の大きなデジモンはパワーや処理能力は凄まじいけど、その分見つかりやすくてマルウェアには向いてない。ほら、仕事に戻りな。次行くけど、君デジモン持ってきているよね。なら護衛よろしく。私デジモン持ってないから。何？デジモンがいないのにハッキングしているのが不思議。私にしてみれば、誰が作ったのかもわからないデジモンやデジモンキャプチャーに安易に頼る方が不思議。だってどんな組み方されているのかわからないんだよ。私は自分でプログラムを組む、このやり方が好き。ロートルってバカにする人もいるけど、一世代前のハッカーはみんなこうだったんだよ。デジモンが見つかってデジモンキャプチャーが普及するまではね。今はデジモンバトルが主流だから、お兄ちゃんも千歳もデジモンを持っているけど、あの二人はもっとすごいよ。私はバトルしないのかって？必要ないもん。戦うのはお兄ちゃんの仕事。あと新人の君、君はうちのチームの新しい鉄砲玉だってお兄ちゃんが言ってた。とにかく
護衛は君の仕事ってことが言いたかったの。分かったら早く連れて行って。このマルウェア、妙なエラーが起きてる。ここのマルウェアのヒメバチちゃん、この子もこのエリア一帯を監視しているマルウェアなんだけど、検知不能の何かを捉えたみたい。解析装置が処理を終了できなくてエラーを起こしてる。君、この辺りで情報収集してきて、この子が何を見たのか知りたい。妙なものが現れているのなら、ユーザーの中に目撃者がいるはずだから。いるはずのない猫、電脳空間の隠し部屋、紫神の電脳魔女、他にも妙なオカルト話が広まっているみたいだけど、この3つはどれもクーロンで目撃されているみたいだね。うん、行ってみよう。興味ある？怪現象の正体。あ、オカルトを信じているわけじゃないの。電脳空間でオカルトなんてあるわけないの。きっと猫はアバターを改造したハッカーのいたずらだし、隠し部屋は表層に見えないバックドアが別エリアにつながっているだけ。電脳魔女はただの占い好きの美人だけど、原因は突き止めておかないと。ここのマルウェアはイニシャライズしたけど、また同じ現象が現れたら同じエラーを引き起こすかもしれない。ここが噂の場所だね。ハッキングの痕跡はないみたいだけど。嘘、猫本当にいた。見失っちゃう。追いかけて。
いなくなっちゃった。どこかのエリアへのリンクがある。これが電脳空間の隠し部屋。待って、今リンクをつなぐ。でもこんなの変、こんなのありえない。こんな膨大な処理、一つのサーバで回しきれるわけがない。ログも痕跡もリアルタイムで暗号化されてる。通常のアクセスじゃ弾かれる。それなら捕まえた。君、行ってきて。誰に導かれてここへ来たのかしら。あなたの運命、あの子の運命の枝、それとも。いいえ、答えなくていいわ。すでに導かれているのだもの、きっと必要なこと。とにかくあなたはここを訪れた。ようこそデジラボ。デジタルモンスターラボラトリー、略してデジラボよ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。デジタルワールドについては今は特に知る必要はないわ。時が来れば必ず知ることになるから。私は三神楽美玲。そうね、ここの管理人みたいなもの。この場所からとある運命の交わりを見守っていたのだけど、私自身驚いてるわ。さて、話はこれくらいにして、ひとまずはここがどんな場所かもう一度説明した。いえ、気にしないで、こっちのことよ。デジラボのこと理解してもらえたみたいね。イレギュラーとはいえ、あなたがここに来たことにはきっと何か意味があるはず。しっかり利用してデジモンとの交わりを深めなさい。最後にもう一つプレゼント。ハッキングスキルはデジモンを刺激することで発揮されるハッカー御用達のとても危険な力。でもあなたはあの子とは違い生粋のハッカーのようだから、わざわざ私が言うまでもないわね。
あなたをここに導いたのはあなたの運命と、もう一つ別の手助けがあったみたいね。面白い女の子、今もここをたぐろうとしているわ。ほどほどにしておくように伝えてちょうだい。ここはあなたたちのメタバースとは似て非なる場所。そちらのプロトコルでは到底解析できないものだった。あなたはあの子とは違うみたいだから専用の入り口を作っておいたわ。いつでも利用してちょうだい。覚えておいて、あなたが進むべき道に行き詰まった時、デジモンと育ててきた絆は必ずあなたを助ける力になる。その力はきっとあなたの、ひょっとしたら別の誰かの運命を変え。それじゃこれからよろしくね。不思議な子。時を同じくして回り出した二つの運命は全く別の方向を指し示している。この事象はおそらく私の予想をはるかに超えて世界が広がりだした証。見定めさせてもらうとしましょう。あなたとデジモンとの秘めた可能性を。あ、戻ってきた。で、どこに行ってたの？わからないで送ったのかって。私だって行きたかったけど、弾かれてダメだったんだもん。君の足跡も途中で追えなくなっちゃったし。後で君のログちょうだい。解析してみる。でも君の目を介した主観的なデータも欲しい。向こうで何があったの？そっか。じゃ、もういいよ。行こう。彼女が何者か気にならないのかって。別に、もういいよ。私の推測、大体当たってたと思うし。君の話から推測すると、君が出会った電脳魔女、きっと凄腕のハッカーなんだよ。そう考えれば辻褄が合うもん。電脳空間の隠し部屋を捕捉できないのは、その人が常にエリアを移動させ続けているから。このエデンでそんなことするにはかなり膨大な規模の演算装置がないと不可能だけど、よく考えればエデンにそういうものがないわけじゃないしね。ね、やっぱりオカルトじゃなかった。あの猫、あれだってログを解析すればただの。もうちょっとは自分で考えなよ。
まあまあ。大丈夫？何その反応、せっかく助けてあげたのに。君たち、あ、動かないで。怪我直してあげたよ。お兄ちゃんたちがやってたのは真似しただけだけど治ったでしょ。君たちいいハッカーなんでしね。アタチアワームマン、よろしくでしょ。デジモンがデジモンを襲うなんてことあるんだね。アタチが悪いでしょ。クロもウロウロしていたらばっかり転んで足を滑らしたところにあのデジモンがいて、びっくりした勢いで必殺技のネバネバネットで攻撃しちゃって。それあんたが悪い。あたちいつもこうなんでしょ。故郷でもしょっちゅう強いデジモンに追いかけ回されて、逃げ回ってるうちに気がついたらここにいて、帰り方がわからなくなっちゃって迷子になっちゃったんでしょ。故郷？デジモンに？そうですよ。あたちの故郷はデジタルワールドって言うんでしょ。デジタルワールド？うん。こことは違う世界でしょ。ねえ、ここは人間の世界なんですか？世界っていうか、ここは人間が作った仮想空間だよ、エデン。やっぱりそうなんですか。形は詳しくは知らないんでしょ。デジタルワールドと人間の世界は重なり合うように存在しているって聞いたことがありますよ。二つの世界は本来は繋がっていないんでしょが、何かの拍子に交わる時があって、きっと形はそうやって交わった道を通ってこっちに来ちゃったんですね。あんた、やっぱりエラーしてるんじゃない？へぇ、なんでそんなこと言うんですか？こことは別の世界なんてありえない。あるわけない。あたちはエラーなんてしてません。デジタルワールドが本当にあるんでしょ。君は信じる？デジモンたちを作ったエンジニアのことは誰も知らない。自然発生的に現れたものにしてはプログラムとして完成されすぎているし、でもまさか、信じてくれないんですね。じゃあもういいです。別にそうは言ってないでしょ。じゃあ信じるとも言ってないよ。この件は保留、検証材料が少なすぎるもん。でも嬉しいでしょ。君優しいですね。そんなんじゃないから。でも私これからどうすればいいですか。デジタルワールドに帰りたいけど帰り方もわからないんです。私たちに聞かれても困る。あんたはどうしたいの。私は言っとくけど、私は当てにしないでよね。私デジモンに興味ないし。
ち来る？え？行くところがないなら故郷への帰り方がわかるのでうちにいてもいいけど。いいんですか？ありがとうでしゅ。ずっと一人で寂しかったんでしゅ。わーいわーい。押し切られた。何見てるの？しょうがないでしょ。なんだかあの子放っておけないんだもん。あんなに喜んでる。デジモンのくせによく喋るし、ドジだし、変な子。でも、なんだか、面白いかも。あの子、助けてくれて、ありがとね。それと、叩いてごめん。ねめたんで。でもまた、ノックなしで入ってきたら叩くからね。ほら行くよ、ワーノン。